おはようございます。今日はマホのモーニングルーティンをやっていきたいと思います。私は今基本実家にいるので実家からお送りします。この日はチェゴで練習があったので練習に行くまでの準備って感じですかね。こんな感じで朝はのびのびしてから出ておきます。はい、時間を確認して、おっと、これはまさか寝たー。私2度寝しちゃいます。3度寝、4度寝、5度寝しちゃいます。あ、起きました。はい、ちょっと目をね、こすってね。私ね、すごいね、こすっちゃうんです、お目目を。はい、私の部屋が3階にあるので、1階まで降りて顔を洗いに行きます。顔を洗うときは髪の毛邪魔にならないようにカチューシャつけて顔を洗ってます。洗顔はイソフラボンを使ってます。なんかね、めっちゃね、やばい、髪の毛、あ、泡ついてるよ。すみません、本当失礼しました。ボタンが1個開いてたんですけど、はい、顔ゴシゴシね。そう、それで思ったんだけど、もう多分ガサツなんだよ。いや、多分ってか絶対。あ、やばいやばい、止まっちゃった水が。はい、お水で泡を流しております。あー、もう髪びちょびちょ。続いて化粧水はこちらを使っております。まあ、これね、めっちゃ好きなの。これめっちゃいいんだよ、おすすめ。はい、次はパック。これは朝夜どっちもやってます。やっぱパックするだけでね、化粧のりが全然違うから、マホは毎日欠かさずパックしてます。ここ最近エクステをつけたので、髪の毛はしっかり溶かしてからいろいろやっていきます。私は朝基本的にいつも時間がないので、もうパックしながらご飯を食べちゃいます。はい、で、まあ、最近はね、朝全然食べないんですけど、ちょっとこの日は食べました。でセブンのチョエギサラダと海苔をかけて、ヨーグルト口で開けております。はい、行儀が悪いです。いつもビタミンをヨーグルトに入れて混ぜて、あ、これもなんか食物繊維がめっちゃ入ってるらしくて、ダイエットにいいと聞いたので、こちらを混ぜてサラダとどっちも食べました。ごちそうさまでした。じゃなくて、いただきますですね。はい、すいません。はい、ごちそうさまでした。はい、ちゃんとサラダも食べて、かもうセブンのこれのね、サラダめっちゃ好きなのね、本当に好きなの。食べてみて、みんな。はい、しめじ回しております。あ、なんか海苔ついてて手に。ごちそうさまでした。はい、ご飯食べ終わってメイクしていきたいと思いますの前にネックレスをつけますね。リベンジ、リベンジ、はい。リベンジしていますね。頑張れ、まほちゃん。やっとパック外しの豆乳イソフラボンしかカタンということで、塗って塗って塗ってます。はい、ここでマホの豆知識。耳にこういう風にミニゴムをつけます。メイクしてる間に30分間くらいつけておくとむくみが取れるという知識でございます。はい、ピンと止めてメイクスタートします。まずカラコン入れて化粧下地塗って、マホは化粧下地2個使いしてるのでこちらも塗って、これはミシャのファンデーションを塗っております。毎日メイク、前回のとあんま変わらないので飛ばしました。これはまつげ上げてますね。あの、危ないので踊らないでください。はい、これはエテセのまつげ下地に塗ってますね。ん？なんか探してるね。なんだなんだ。あとーん。アイラインですね。はい。あ、どうかな、どうかなっつって。はい、反対側も塗ってまーす。オッケー。あ、これ今音楽聴いてるので2倍速になってるんですけど、もう化
化粧するとき絶対に音楽流してます。もう音楽ないと生きていけないの。魔法メイクもうそろ終わりますね。はい、チーク塗って踊って歌ってロム&のキラキラを目の下に塗って終わり。そして歯磨きします。で、私何でも一緒にやってます。歯磨きしながら髪の毛を溶かして、これから髪の毛を巻きますね。今日はどういう髪にしようかなって悩んでます。あ、多分これポンパドールかな。はい、で私はいつも巻くのは外巻きにずっと巻き続けるという、外巻き巻きというやり方をいつもやってますね。エクステつけて髪の毛の巻くのがすっごい楽しいの。全体的に髪の毛巻き終わったら一回全部櫛で溶かしてから、私はプロダクトっていうのを使ってて、これを髪の毛全体になじませます。で、最後にケープ使って顔周りの方をシュシュシュってやります。 OK! ぐじゅぐじゅペンのお時間ですね。あの、もういつもね、こうやって歯磨きずっと口にくわえて家族に、あんたちゃんと磨いてんのって怒られるんですけど、ちゃんと磨いております。あー、ちょっとこれ焦ってますね。時間がないことに気づいたようです。最後ラストマスカラを当てていきますからみたいな感じで言ってますね。私は基本的に一番最後にマスカラをするんですけども、やっぱまつげの方がですね、これやばい最強、あのカピカピの状態の方がすっごい軽キープされるんですね。なのでちょっと皆様もやってみてください。はい、私ほんとまつげには神経質なのでね、はい、こういう風にぬりぬりしてセパレートですかね、作っております。で、反対側も同じようにぬりぬりしての、わ、大丈夫？私こう見えてね、ちょっとこだわりがあるのでね、すごい神経質な部分があるんですけども、はい、大丈夫でしょうか。下まつげも、はい、しっかり塗って、はい、魔法の自慢のまつげーって感じ。OK。リップはロム&のリッチコーラルを使ってます。これつけると顔色がね、明るくなるんだよね。 OK、 完了しましたね。ん？あ、違うな。はい、完了でした。はい、続いてはですね、あーら、盛大に絡まっております。はい、私の命と言われてもいいイヤホン、はい、装着ですね。はい、充電器、長くね、充電器。ギュッ、オッケー。ちなみにもうあと10分後にはもう出ないといけない。いや、10分じゃないの、5分間。はい、めっちゃ急いでます。めっちゃ急いでます。行ってきます。あ、やべ、耳のゴム忘れてた。はい、急いでちょっと靴を履いていきたいと思います。なんかね、こういう時に手こずるんだよね。はい、でこれでいいかなーっつって、あ、いいかなーっつって、可愛いかなーっつって、時間がないって分かってるのにこういうことしちゃうんだよね。あー、やばい、時間がない、電車間に合わない。これがリアルです。私いつもこんな風に急いで焦っております。それじゃあ、魔法のモーニングルーティーン以上でした。いってきます。バイバーイ。あ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS も以上、チェコでした。バイ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 、急いで。